はい、皆さんこんにちは。寒くなったですね。11月の29日、ベニモンカラシジミの採卵に行ってきました。長野県の天竜村というところで、長野県の南部では比較的ベニモンカラシジミ幅広くというか、まあいるんですけれども、この天竜村に関しましては一番長野県の南の端ということで、常緑樹が多くて、黒梅もどきが少なくて、ベニモンカラシジミもほとんどいないという産地です。今まで、いい場所があったんですけれども、河川工事とかいろいろで、木が消滅して、ここ数年見られませんでした。ここは唯一のポイントなんですけれども、やはり、2年ほど全く多聞見られず、毎年確認に来ているんですけれども、果たして今年はどうかなというところで、ウキウキ期待しているところであります。11月の29日ですけれども、まだ紅葉も残ってまして、落葉、葉っぱもまだ残っている状態です。黒梅もどきも、もう葉っぱ落ちてるかなと思ったら遅いんですね。葉っぱがついてました。はい、いつもの場所に到着ということで、こんなような環境です。あまり、環境を見せるというのがあまり良くないのかなとも思いますけれども、卵を回収、いくつかほんの少し、回収して、少ない数で、類代の方は確実にできますので、増やせるということで、やっております。はい、木も黒目もどきは比較的木の成長が早くて、5年もすればまあまあいい木になります。ただ木の寿命も短くて、あまり大木にならないし、大木になるとベニモンカラシジミは卵があまりつかないという感じで、ここ長野県の南部では比較的小さい木、1メートル以下ですね。膝くらいの50センチくらいの木にも好んで、産卵するみたいです。あまり大きな木はつかないですね。この場所も黒目もどき少ないです。イボタがあったんですけれども、イボタもなくなってきてしまいました。冬場は比較的明るい、樹林帯になってます。卵ありました。良かったです。今年は数年ぶりに卵がありました。ベニモンカラシジミ、いろんなところで産地ありますけれども、主に、山の急斜面、河口岸、崖っぷちの人が入れないようなところで発生している場合が多いと聞きますが、ここ長野県では普通の川沿いの人家の近くですね、里山で見られます。はい、皆さんと、こんな感じのところにあるんだ、こんな感じで、採卵できるんだというのをちょっと見ていただきたいなと、見ていただければなと思った次第です。ただ乱獲されたりとかですね、そういうのはまた困るんですけれども、取っただけそれ以上増やせるということでやっております。はい、ありがとうございました。また楽しいビデオを、採卵のビデオを作っていきたいと思います。失礼します。